マーメイドル。マーメイドルのマメに頑張るマー、イエーイ。皆さんこんにちは、マーメイドルのしおんです。今回はですね、前回たらこちゃんが外でやったあのシリーズをやりたいと思います。みんな、あのなんか風船のさ、マニアの方がね、こんなの初めて見たとか、もしかしたら世界で初なんじゃないかっていうね、コメントとかなんか声をね、いろいろねいただいたので、まあ、ちょっとね、私もやってみたいなということで、こちら、じゃーん風船の中に GoPro を入れて膨らませていきたいと思います。さあ、やろう。すごいよ、ちゃんとこれね、入れ方、あ、教えてあげない、企業秘密だから入れ方、でも、そうそう、こんな感じです。ちゃんと入ってるんですよ、わかる、GoPro で。今ね、電源これもついてますよね、ついた状態で。じゃあ、よーい、スタート。あ、こんにちはってこんにちはっていけますよ。あ、ちょっとで、一人だから、なんかで押さえながら、なんか下にね、置きながらやりたいよね、安定して。だから半合、ちょっと半合炊飯でちょっとこうやって、こうやってやります。いきます。まずここだわちょっと膨らませてから。よし、いくよ。ちょっと動かすね。こっから、こっからノンストップでいこう。よし、こっからノンストップね。よーい、スタート。これじゃまだ待って待って、よーい、大丈夫ね、よーい、スタート。ぐらいから、よし、これをじゃあ結ぼう。ちょっとでかすぎたかな、結ぶのが大変なんだよね。めっちゃ伸ばしてる。結べない。なんかクリップ、クリップないかな。いて。なんかクリップないかな。結べない。じゃあ割らずに。逆に舐ましてみる、このままシューって。じゃあいっぱい膨らまそう。できたじゃあこのまま舐まします。
きよりぴったりくっついてない？さっきよりぴったりくっついてる。あ、これあれじゃん、 GoPro ケースの出来上がりじゃないこれ。これちゃんと GoPro のね画面があるんですよ。ほらこんな感じで今私の指が入ってってる。すごい。というわけで割らずに風船をなませたら GoPro のケースが出来上がりました。というわけで皆さんもねこれスマホとかでやったら面白いんじゃない？皆さんもぜひ試してみてください。バイバーイ。マーメイドルのマメに頑張るんばー、イエーイ。皆さんこんにちは、マーメイドルのシオンです。今回はですね、前回タラコちゃんが外でやったあのシリーズをやりたいと思います。みんな、あのなんか風船のさ、マニアの方がね、こんなの初めて見たとか、もしかしたら世界で初なんじゃないかっていうね、コメントとかなんか声をね、いろいろねいただいたので、まあ、ちょっとね私もやってみたいなということで、こちらじゃーん。風船の中に GoPro を入れて膨らませていきたいと思います。さあやろう。すごいよ、ちゃんとこれね、入れ方、あ、教えてあげない、企業秘密だから。入れ方ちょっと、そうそう、こんな感じでちゃんと入ってるんですよ、わかる？で、今ね、電源これもついてますよね、ついた状態です。じゃあよーいスタート。あ、こんにちはってこんにちはっていきますよ。あ、ちょっとね、一人だからなんか押さえながら、なんか下にね置けながらやりたいよね、安定して。だから半合、ちょっと半合炊飯でちょっとこうやってこうやってやります。いきます。まずここだわ。ちょっと膨らませてから。ちょっと動かすね。ここからノンストップでいこう。よし、ここからノンストップね。スタート。これ邪魔だ。待って。よーい。よーい、スタート。ちょっと。よし、これをじゃあ結ぼう。ちょっとでかすぎたかな。めっちゃ伸ばしてる。
なんかクリップ、クリップないかな。いで。なんかクリップないかな。じゃあ割らずに逆に生してみる。このままシューって。じゃあいっぱい膨らまそう。できた。じゃあこのまま生しまーす。すごい。さっきよりぴったり。さっきよりぴったりくっついてる。あ、これあれじゃん。GoPro ケースの出来上がりじゃないこれ。線をなませたら GoPro のケースが出来上がりました。というわけで皆さんもね、これスマホとかでやったら面白いんじゃない。皆さんもぜひ試してみてください。バイバーイ。